富田雄二は、日本の造園系建設官僚、建設省都市局公園緑地課長を務めた。退官後、日本公園緑地協会、日本造園集計協会の会長や、沖縄中ラ海水族館を運営する、海洋博覧会記念公園管理財団理事長、日本緑化センター常務理事を歴任した。2009年に、第31回日本公園緑地協会、 北村賞を受賞した2016年春の助訓者となる著書に環境都市計画辞典がある AB 春の助訓県内から227人千葉毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20160429/ddl/k12/040/053000c20 年5月17日閲覧。中央建設工事紛争審査会員名簿。令和元年10月1日現在引く。国土交通省。 日づくり今日ニュース第515号日本、造園建設業協会、ワールドアーバンパークスジャパンとは、ワールドアーバンパークスジャパン第25回、沖縄国際洋蘭博覧会2011、沖縄国際洋蘭博覧会事務局、環境共生公演めぐり12月に公演と、パネル討論。柏崎日報。 http://www.kisnet.or.jp:/nipo:/1999:/11:24:/1:/html2020 p 年5月17日閲覧。北村賞受賞者一覧日本公園緑地協会。ありがとうございます。